はい、日本の皆様、僕は大光善と申します。今は教会の先生、牧師として勤めています。1992年から2000年まで日本鳥取大学医学部で留学しまして、博士合得した後にね、文部省の特別研究員と文部教官をね、3年間を務めしました。一時的にね、中国に北京大学帰国しまして、カナダに移民しました。それでトルノ大学を務めたから、それで新学院にね、勉強しまして、その間にね、神様の崇拝の史家をね、9つのチャプターね、9チャプターの、それ、の史家をね、買いました。今は YouTube で動画として皆さん読んであげます。ぜひ成功まで聞いてください。 OK? 今から始めましょう。 OK? 第2の部分ね、第2のチャプター、主を崇拝する。 OK? 私の主は、私はあなたを崇拝したいと思います。それ、私の主は、あなたは宇宙全体の元の作成者、所有者、および支配者である。ね。そう、私の主は、あなたは宇宙全体のすべての作成者、ガイド、および、起草者で、出ます。です。私の主は、あなたに生命の起生者、OK? 修士校、OK? 修士校、OK? OK? および保護者です。私の主は、私たちあなたを賛美するのは大好きです。So, 私の主は、あなたは新社の茎である。OK? あなたはなければ、我々はこの恩を、死を、吸うことができません。私の主は、あなたは甘い飲み水です。あなたはなしで、私たちは、ノートは書いて感じられます。Okay? 私の主は、あなたは人生の栄養です。あなたはなければ、我々が外に回収する、される、まあ、されます。我々の主は、あなたは、私たちは、あなたを心から崇拝します。OK。私の主を、主よ、あなたは、明確の春です。明確の春です。あなたは、川の流れを行ける水です。私の主よ、あなたは最も私たちの最愛のいずれかです。あなたは私たちの最も貴重な本当の宝物です。私の主よ、あなたは活況に私の主であり、今、今日、永遠に、そうです。以上で、第2章を終わりました。ご清聴ありがとうございます。ぜひ、聞き継いで聞いてください。もしよければ、このチャンネルを好きであれば、このチャンネルを登録すれば、ご幸いです。ありがとうございます。まだね。